阪神佐藤輝明は一軍昇格へ準備万端。ファーム交流戦オイシックスに急阪神30日ハードオフに型4番3塁で先発出場した阪神佐藤輝明内野手25は5打数2安打で9回の第5打席では右翼への敵視3塁打を放って2試合連続の打点もマーク。早く一軍に呼ばれるように頑張っていますと汗を拭った。3度の守備機会もそつなくこなし、ベンチでも声を出してチームを鼓舞、若手に混ざって汗を流す姿勢を見るはダニ軍監督は、本人も必死になって頑張っている、周りも一喜一憂せずにちょっと見守ってやってほしいと話した。一軍の中心選手として昨季まで3年連続20本を放った大砲にとってもどかしい降格、それでもこの期間は必ず糧になるはずだ。一軍の試合は全部じゃないですけど見ている。早く呼ばれるように頑張っています。頻打に苦しむ虎を救うことができるのはやはり佐藤輝だ。テル上がってこなくても大丈夫だよって状況が理想だったけど、この状態じゃ起爆剤としてあげるしかないんじゃない。少なくとも大田島だよりは期待できると思うよ。タイガース打線をテコ入れするには佐藤輝選手の一軍昇格しかないような感じ。覇気がないとか態度が良くないとか、プロらしからぬわけのわからない理由で降格したことがもったいなかった。なんか2軍の試合の方が面白そうやな。1軍は凡打ばっかりで得点入らんし。渡辺も最初だけやったな。上げざるを得ないんじゃないの。一軍の試合内容が悪すぎる。小野寺とかあかんやろ。バットに球が当たらんのに。早くテルを呼んで。早く一軍に戻ってきてほしいです。大山の代わりに4番打って、あいつは役に立たん。中川くん、佐藤輝一軍に上がってきてくれ。戻ってきてくれる日が来るのを信じて待つのみです。DH でいいんでないの。テル出番や、和旅行。守備とか言ってられるか、覚醒して50本くらい打ってくれ。守備とか言ってられん、早く昇格させよう。打線がクソすぎる。5月 OPS チームに1シーズン塁打達し球で計300俳句選手を降格にする理由がなさすぎる。エラーしても結局それ以上のプラスがあれば問題ないと思うんだが。守備が不安なら最悪代打枠でもええから、とりあえず1軍上げろよ。早く佐藤輝明を1軍で見たい。今の打線には長打が必要。どう考えても打線の起爆剤は佐藤輝明。そら守備の不安はあるけど、今でテルメンツも大差ないやん。新陳代謝がないわ。あと豊田、中川も上で見てみたい。ミエセスも小野寺も打球が前に飛ばんやんか。えげつないくらいの頻打だから、もう守備がどうとか言ってる場合じゃない。戻ってこい佐藤輝明。岡田、いい加減に佐藤輝明上げろよ。調子良くなってきた途端に2軍に落としやがって。佐藤輝明おらんくなってから月間負け越しでかすみたいな試合連発しとるやんけ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。